アロハ、カワイ島のタミーです。見えますか？美味しそうでしょ。先日エスプレッソジュースでアサイボールを食べてとっても美味しかったので、今日はお散歩に行って、お持ち帰りしてみました。前回食べたのは、ウエストサイドというアサイボールだったんですけど、今回のは軽快という名前です。軽快、こちらは何が入っているかというと、このベースのちょっとピンク色、アサイボールはパープルね、紫色でしたよね、アサイのカラーですけど、こちらの方はマンゴーね、パイナップル、ストロベリーで、アーモンドバターとアーモンドミルクになってます。でトッピングの方がバナナ、ラズベリー、キウイ、マンゴーで、ココナッツフレークとグラノーラ、チアシード、もうなんかすごいたっぷりのフルーツが美味しそうですね。ではちょっといただいてみましょう。じゃあマンゴーから。美味しい、美味しいですそう、もうフルーツが、前回のウエストサイドもそうだったんですけど、もうすっごい食べ頃、パーフェクトな状態なので、バナナとかもちょっと、あ、バナナの上にハニーもかかってますね。アップルバナナ美味しいです。では、この、ここ、すごい、見てください。これ、わかります？チアシードがいっぱい入ってます。タミチアシード好きです。音は聞こえないですよね。プチプチ感がたまらない。甘さもすごく抑えてあって美味しいです。ではこのベースのところ、グラノーラと、チアシードのこの部分はもっちり、で甘み控えめなんですけど、こちらのベースの方の、見てください、この可愛いちょっとピンク色、いちご入ってますからね。このベースの、マンゴー、パイナップル、ストロベリー、アーモンドバター、アーモンドミルクのところはちょっと、フルーツの酸味、パイナップルかな、ストロベリーかな、フルーツの酸味もあって美味しいです。もうこのチアシードのまたね、もちもちもたまらないし、とってもとってもとっても美味しい、エスプレッソジュースのアサイボールシリーズ、今回は軽快をいただいてみました。また違うのを食べたらお知らせしますね。では今日もアロハな一日を。 Have a good day!